北で七北で七は日本の女性歌手。北海道札幌市出身。身長160センチメートル。血液型は O 型。幼い頃から歌手志望で3歳の頃からピアノを習っていたが、その後、独学でギターの練習も始めた。オーディション時のデモテープを西川進が聞いて、感情直結型の個性的な歌い方。正直言ってぶっ飛んだ。 こいつはただものではないと絶賛。彼のプロデュースでソニーからのデビューが決まった。また、デビューから全ての曲の作詞を自分で行っている。2005年、2006年、2007年、2008年と連続して海外のイベントに出演した。2009年以降は自身が思考するニューウェーブやオルタナティブロック、ノイズミュージックといった音楽を表現すべく。 バンド活動を開始し、2011年にはヨーロッパツアーを行っている。ロックバンドザキンエイジキサースを経て2016年ソロ活動を再開。特に記載のない限り、作詞は本人による。ミニアルバムベストアルバムラブレスは元、フィールのギタリストダイゾとのユニット。海外選考で CD がリリースされるが、国内リリースはないまま2012年解散。 メンバーサポート音源ザティーンエージキサースは2012年に結成された日本のオルタナティブロックバンド2016年5月活動休止メンバーディスコグラフィーありがとうございます